こんにちは。今日は二分式の帯をつけていきたいと思います。二分式の帯なんですけども、こういった布に帯に紐が2つついていて、あとはお太鼓部分を刺すようになっています。それでは始めていきたいと思います。できればこの紐をついている方を下に持っていって、で一旦私の場合ここで止めてしまいます。でそして後ろがちゃんとねじれてないか見ながら、でここまで来たらこの紐と紐を持って一旦締めます。で締めたらここで二重に絡めて、そしてこうでリボン結びし、リボン結びをします。でリボン結びができたらこれを外し、クリップを外して、この白い紐を出てこないように帯板と帯の間に入れてしまいます。でその後はこれを時計回りにひっくり返します。この部分が後ろになるようにします。こんな感じで後ろに持ってこれたら、この後一旦帯枕にこういった帯揚げかスカーフをかけます。だいたい真ん中になるようにします。でそしてくるめたら輪ゴムをかけます。でこの帯枕を丸い方を外側になるように入れます。でこれでこの刺すところをこの帯板と背中の間に入れて、でそしてうん、真ん中になっているかちょっと確認して、でまずは紐を取り出して前にグッと引いて、そして締めます。二重に絡げて交差して、でリボン結びして、で端の方から順番に入れていきます。でこれは結構押し込んだ方が帯がぐっと締まるのでかなり入れます。でそしてもう一度真ん中になるか真ん中になってるか確認して帯揚げを結んでいきます。と三重に折って、きれいに畳んでちょっとこれで留めておきます。三重に折って三つ折りにして、ちょっときれいに端の方になるようにして、そしてこの三つ折りにした同士を左が上、ピンチを外して下から上、そして前に倒して、ここがきれいになるようにして、でこんな感じです。でスカーフの端を入れ込んでこんな感じになります。であとは三分紐を帯のお太鼓の中に入れて
旦グッと引っ張って、あとこれも結びます。で、後ろに回しておきます。で、帯留め代わりにこういったブローチをするなりして、これこんな感じですね。まあ横でもいいですし前でもいいですけど、で、これでいかがでしょうか。こんな感じです。さようなら。